はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。虎親分の SNS からご紹介させていただきたいと思います。今日は2024年の3月の5日、今朝5時ぐらいにトランプさん動画を上げました。12分ほどのメッセージです。こちらをご紹介したいと思います。まずはその下にあります書き込みですが、アメリカのための偉大なる勝利と書いてあります。 最高裁の判決が出たことに関するメッセージですね。はい。それでは行きたいと思います。トランプ大統領の声は消してお送りしたいと思います。まず、FOX ニュースの方が、トラ親分、元アメリカ大統領の史上最高の復活、一緒に見ましょうと振っています。そしてトラ親分がスピーチを始めております。それは非常に重要な決断でした。非常によく作られています。 それは長く続くと思います。私たちの国が必要とする私たちの国を団結させるための道。そして彼らは長く働き、一生懸命働きました。率直に言って彼らは働きました。今から100年後、200年後に語られるであろう非常に重要なことについて、迅速に説明します。相手がそのようにしたいと考えているため、レースから除外される、 そして、最有力候補であるか、トーテムポールでかなり下の方にいた候補者であるかは、それが最有力候補であるという事実は何の関係もありません。誰かをレースから外すことはできません。フダイレ資格者はその人物をすぐにフダイレ線から排除することができます。しかし、裁判所はそんなことをすべきではありません。そして、最高裁判所はそれをよく理解していました。 それが団結の要因になると私は本当に信じています。なぜならほとんどの州が私を迎えてくれたことを喜んでいた一方で、そうでない州もあったからです。彼らは政治的な理由でそれを望んでいませんでした。彼らは世論調査の数字を理由にそれを望んではいませんでした。数字はとても良いです。私たちはほぼ全ての世論調査で梅田をリードしていました。 ニューヨークタイムズは昨日私たちに対する非常に大規模な世論調査を発表しました。だから彼らはそれが気に入らなかったのです。彼らがやろうとしたことはできません。例としてコロラド州が統一されることを願っています。絶大なサポートがあることがわかりました。 彼らはコロラド州で私たちの支持を非常に強く訴えてきました。なぜならコロラド州の人々は彼らがやったことはひどいことだと考えたからです。そして私たちがこのテーマに取り組んでいる間にもう一つのことがすぐに登場するでしょう。大統領に対する面積はありますが、それは私に対する面積ではなく、どの大統領に対しても面積されます。 大統領が完全な面積を持っていない場合、実際には大統領は存在しないことになります。多くの場合、何が正しい決定であるか、あるいは間違った決定である可能性があります。場合によっては間違った決断になる可能性もあります。しかし、彼らは決定を下さなければならず、退任時、または退任前にさえ降りかかる可能性のある、あらゆる恐怖から彼らを解放しなければなりません。 そして、いくつかの決定は非常に難しいものです。大統領として言えることは、下す決断の中には非常に難しいものがあるということです。私はエースを取り除き、世界の別の地域の観点から非常に大きな人々を何人か取り除きました。主要なテロリストのうちの二人は、おそらくこの世界でこれまでに見たテロの主要な二人です。そして、それらは大きな決断です。 それで起訴されたくはないんです。他の大統領でもそのことで訴追されることは望まないでしょう。これは非常に良い影響を与えました。これはすべてを冷静に止めました。そして時には難しい決断をしなければならないこともあります。時にはそのような決断をしなければならないこともあります。決断を下すとき 反対者や対立者、さらには間違っていると思っている誰かがあなたに対して刑事訴訟やその他の種類の訴訟を起こすことを望まないでしょう。私には今、これまで誰も見たことのないレベルの状況があります。不正な検察官もいるし、不正な裁判官もいます。制御不能な裁判官がいます。それは私にとって非常に不公平なことです。 おそらく正しい決断を下した時に起こるべきではないことのサンプルとして、他の人に役立ちます。私の場合、経済は素晴らしかったです。私たちは戦をしませんでした。アイシスを完全に打ち負かしました。史上最大の減税を行いました。史上最大の規制削減を実現しました。考えてみてください。戦はありませんでした。私たちは仮不正のアイシスを100%打ち負かしました。 戦はありませんでした。私たちは素晴らしい仕事をしました。打ち負かしたカリフ正は非常に強力でした。私は彼らを捕まえて、彼らを倒しなさいと言いました。そして私たちはアイシスと20年間戦っていましたが、それを非常に迅速に行いました。その場合は起訴されたくはありません。とてもうまくいきました。 おそらくうまくいかないこともいくつかあるでしょうが、私は国のため、そして実際には世界のためになることをしようと決めたので、起訴されたくはありません。大統領はそんなことを念頭に置くべきではなく、非常に大きな決断を下すときは、自由で明晰な心を持たなければなりません。さもなければそれは単なる儀式的なポストに過ぎません。大統領は敵対者に殴られたくはありません。 私が対立候補の梅田によって訴追されているのは、ファニー・ウィリスであれ、ブラックであれ、これらすべては地方と州の問題ですが、白い絵と完全に連携しています。そんなことはできません。そのようなことをするべきではありません。検事局の場合はトップの一人を置きました。彼らはマンハッタンの検察局でトラシを獲得した二人目の人物となるでしょう。彼らは、 ヒラヒラクリキントンの弁護士を法律事務所非常に権威ある大きな法律事務所から辞めさせ、法律事務所を辞めさせて、トラシを捕まえるために検察庁に入りました。ポメランツ氏です。ポメランツ氏。そこで彼は検察官になり、民主党で働き、ヒラヒラクリキントンは、司法省と全面的に連携して、地方レベルでトラシ、つまり梅田を訴追することになります。 そして派手な賞に、彼女が言うところの面白い誰かを雇ったとしたら、この恐ろしい訴訟が起こるずっと前から、私はその人のことを知っていました。彼女は外に出て彼に信じられないほどの金額を支払いました。それは彼が夢見ていたよりも多く、それを生りとしている他の人々よりもはるかに高額でした。 彼は全く経験がありませんでした。そして彼らには明らかに対立がありました。それについて立ち入る必要はありません。それが知名度の高い人物だったため、彼らは多額のお金を得ることができました。私は非常に知名度の高い人物なので、彼がその仕事をする能力がなかった時でも、彼らは彼に100万ドル近くを支払うことができました。 そして彼女にはその仕事をする能力が備わっていないので、すぐに辞めるべきだと言います。その事件は非常に矛盾しています。誰もそのようなものを見たことがありません。あなたは虎嫌いで、虎嫌い全員の代表であるジャック・スミスを錯乱させました。彼は暴れています。 彼はただの野蛮な男です。彼は長年にわたって他の人々を追いかけ、最高裁判所によって満場一致で覆されてきた男です。彼は大失敗者ですが、意地悪で不公平です。そして、これらの訴訟の裁判官は、おそらく公平であると私が考える一人か二人を除いて、全員が虎嫌いです。ニューヨークを見てみると何が起こったのでしょうか つまりこの人たちはものすごい憎しみを持っているんです。大統領にこんなことはできません。繰り返しますが、私は私のことを話しているのではありません。私が話しているのは、将来的には大統領は自由でなければならないということです。大統領はそうでなければなりません。 大統領が良い仕事をすれば、素晴らしい仕事だという人もいました。しかし、大統領が良い仕事をしたのであれば、大統領は自由かつ明確で良い仕事をしたこと、4度も起訴されず、民事ベースで追求されず、何億ドルも支払うよう要求されなかったことで、嫌われ者を率直に祝うべきです。完全に完璧、犠牲者がいない、財務諸表が完全に完璧であった場合、 面積条項がある場合、その場合数億ドルの罰金が課せられます。誰もこのようなことを経験したことがありません。私には賠審員が与えられず、クラブハウスの震災に完璧なローンと非常に保守的な財務諸表からこの数字を導き出してもらいました。しかし、それでも面積条項を見ると、財務諸表にいかなる形であっても依存しないでくださいと書かれています。外に出て自分の仕事をしてください。 問題の銀行には世界で最も洗練された弁護士がおり、率直に言って国内のどこの法律事務所でもトップレベルの弁護士がおり、彼らは自らを弁護することができます。自慢げなレティーシャ・ジェームズや面白くて狂ったジャック・スミスが好きな人たちがやるべきことは暴力犯罪と戦うことです。梅田はまず何より平気化をやめて自分自身で戦え、と私は言います。 警察官や裁判官を利用して相手を追いかけ、相手に損害を与えようとしてはいけません。ほら、不大入れに勝てます。私たちの国はそれよりもはるかに大きいです。私が梅田にもう言いたいもう一つの言葉は、国境閉鎖するということです。これは我が国にとって持続可能なものではありません。私たちの年にとってそれは持続可能ではありません。 私たちの国は法以下にあります。これはあなたが行った暴力的な行為です。多くの人が亡くなっています。たくさんの人が亡くなっています。彼らは登る途中で死んでしまう。彼らは国境を越えて亡くなり、私たちの国でも亡くなります。しかし、集まってくる人々の多くは、刑務所や拘置所、精神病院からの出身者です。多くはテロリストです。多くの人がテロリストであることがわかります。そして、 現時点での実際の数はおそらく1500万人に近いと思います。そして大統領の任期が終わる頃には人口は2000万人近くになると信じています。これは我が国の州内のどの州よりも大きい。それは持続可能ではありません。こういう人たちは厳しい人が多いです。こういう人の多くは悪い人です。彼らは世界で最も荒れた国々の出身です。 最も過酷な刑務所のいくつか、コンゴやアフリカの刑務所からです。中東のあらゆる地域から人々が来ています。イエメンから来ています。我々はイエメンを爆撃しています。やめなければなりません。国境閉鎖しなければなりません。あなたには絶対的な権限があります。議会は必要ありません。私は我が国の歴史の中で最も安全な国境を持っていましたが、そのために議会を利用しませんでした。 そして私は何百マイルにもわたる壁を築きました。私がそれを建てた理由、そしてどのように建てたかということ、これは我が国への侵略だと考えたからです。私は軍からお金を受け取り、陸軍公平隊が私と一緒にそれを行いました。そして私たちは素晴らしい仕事をし、これまでで最も安全な国境を手に入れました。それが今、世界中で最も危険な国境になってます。 世界中のどの国にもこのような国境は未だかつてありません。私たちはそれに耐えられません。そして来ている人々も本当に耐えられません。なぜなら彼らは死に瀕しているからです。多くの人が旅行中に亡くなっており、また国内でも亡くなっています。多くの人々は犯罪者であり、彼らは多大な害を及ぼしています。私はそれを移民犯罪と呼んでいます。移民犯罪。 新しいカテゴリーの犯罪です。彼らは私たちの国にひどい損害を与えており、私たちは世界中で笑い者になっています。ここで梅田に敬意を表していますが、あなたには今その権限があります。私はやりました。私は議会に行って閉鎖する権限はありますかとは尋ねませんでした。私は国境を閉鎖するということで議会と戦いました。 今すぐにでもできます。すべて実践済みです。私のポリシー、私の政策は素晴らしかったです。誰もがそう言いました。私のポリシーを使用してください。最後になりますが、私は最高裁判所を大いに尊敬しており、これほど迅速かつ熱心に、そして見事に取り組んでくれたことに感謝したいと思います。繰り返しますが、 これは団結力の要因です。今では誰もが団結し、政治家として私を追いかけることができます。人々は札で私を追いかけることができます。が、この訴訟でリードしている誰かをレースから引きずり出すような訴訟では、私を追いかけることはできないです。ここに来てくれた皆さんに感謝したいと思います。 以上、虎親分のスピーチでございました。チャンネル登録通知設定など、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。